このじゃがいも炒めた時のまとまりもいいんでね、すごくね。シャキシャキに食べる方法っていうのが無限じゃがいもなんですね。どうも、よりのサンディーです。ということでですね、今回はですねコラボ動画でございます。味のもさんのコラボでございます。味パンダちゃんとね一緒にね、ほぼほぼもううちのマスコットキャラクターみたいなもんです。ということでですね、味もさんとのコラボということでかなりねやってもらってるんですけども、いつもありがとうございます。何も言わないでも味の素をめちゃくちゃ使ってるのに、わざわざちょっとコラボを依頼していただいてありがとうございます。はい、こんな男気あふれる味の素さんとのコラボでございますんで、今日気合入っております。僕ね、いろんなものに使ってきました。やっぱり旨味をつけるっていうところであれば、一番味の素の力が生きるのってやっぱね、お野菜と組み合わせるのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。今回は季節物でございます、新じゃが。普通にね炒めたりとかね、じゃがバターとかいろいろあると思うんですけども、皆さんこういう食べ方したことないでしょっていうのを提案したいと思います。無限じゃがいもでございます。味の素を使うともうね、この新じゃが無限になるんです。これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。もう材料はね、さっきも言いましたけど、新じゃがと味の素、これがあれば大丈夫でございます。あとはね、まあ細々な調味料が、ありますので、そちら概要欄をチェックしてみてください。じゃあもうね、超スピードメニューだけ早速やっていきたいと思います。ということで今回はですね、味の素っていうのはグルタミン酸をね抽出したものになるんですけども、非常にいい味が出るんですね。なんで僕もですね、いい味を出していきたいと思います。僕がどうやったらいい味が出るかって言ったら、やっぱこれでしょう。君に決めた。僕にですね、いい味を出していくために飲んでいきたいと思います。乾杯。これを許してくれる味もさんで本当好きです。味もさん乾杯。はい、じゃあやっていきましょう。まずですね、新じゃがなんですけど、新じゃがの特徴としては皮がねすっごく薄いんですね。洗うだけで皮までもね食べられるんですね。皮のあたりがね緑色みたいになってたらやめてくださいね。皮むいてください。今回新鮮な新じゃがですので、皮ごと食べていきたいと思います。ちょっと洗っていきます。こういう感じで、洗っていくと、新じゃがってね皮がすっごい薄いんで、こすっただけでも結構ね皮取れちゃうんですよ。一番取りたいのは土の部分なんで、表面が、こんな感じになれば全然大丈夫です。はい、はい、それではね、じゃがいもを今度は千切りに、していきます。千切りのじゃがいもって非常に美味しいんですよ。でこんな感じで薄くねスライスしていきます。ご自身のできるぐらいの範囲の薄切りで大丈夫です。はい、ちょっと厚くなってもね、それはそれでじゃがいものホクホク感で言うと美味しいんで、はい、でこんな感じでスライスしたらパラパラっとね鳴らして、そっからこうやって千切りしていきます。もうちょっと太めでも全然平気です。こんな感じですね。はい、これを全てにやっていきます。はい、意外とこうやって細切りにして炒めるご家庭ってないんですよね。炒めるだけで簡単にこの旬の新じゃがが味わえますんで、僕はねかなりねこれ押していきたいんですけど、じゃがいもはね炒めっすよ。特に新じゃがはね、じゃがいもに味の素、そしてリュウジにハイボールみたいなね。ルーツは中華料理です。僕中華大好きなんで、これ全部細切りにしていきます。もしすごく面倒だなっていう方は、なんかスライサーとか使っちゃっても全然平気ですからね。千切りスライサーとかあるじゃないですか。新じゃがはね水分がすごくあるんで、スライサーでも多分切れると思います。結構ねたっぷりできます。おつまみにするとね 2,3 人前ぐらいありますよ。これ切る工程はこれだけ。こうしたらもうほとんど勝ちが確定します。じゃあですね、今フライパンを、取り出しましたので、これで炒めていきたいと思います。でここで、まあ、中華だとね普通に油でやったりするんですけど、今回は無限なんで、ごま油の香りつけていきたいと思います。はい、味の素っていうのはごま油と非常に相性がいいです。この味付けとかだと、新鮮な野菜だったらそのまま生で食うだけで美味しいんですけども、ちょっと鮮度の悪くなったお野菜とかっていうのも、これでねうまみとね香りをつけると生き返るんですよ。ちゃんと味付けするっていうことの利点なんですね。中華料理とかはそういう利点があります。僕は世界各国の料理を一応勉強したんで、日本の素材を生かすやり方もわかるし、こうやってちゃんと味をつけるっていうことも理解があるつもりです。じゃがいもね、はい、新じゃがね非常に水分が多いので、炒め物に向いてます。もちろんね、新じゃがじゃなくても美味しいですよ。これでね、炒めていきます。苦手な方は入れないでいいですよ。ここに鷹の爪をちょっと入れます。はい、僕はもうお酒飲みなんで
鷹の爪を入れていきます。これそんなに炒めないんですけども、この、ね、新じゃがのシャキッと感がねすごく出るっていうことなんですね。このじゃがいも炒めた時のまとまりもいいんでね、すごくね。半分の1っていうと、まあ、大体これぐらい、はい、これを入れていきます。ここで味の素です。僕が普段使ってるやつが結構減ってますけど、1、2、3、4、5、6振りですございます。はい、じゃがいも自体もうまみはあるんですけども、基本的に他の動物性のうまみとかお肉のうまみとかがないっていう場合はですね、大体小さじ3分の1に5、6振りっていうのを覚えておくと、大体どんなお野菜もこの味付けで決まります。これ覚えておくといいんですよ。そしてここに黒胡椒、はい、これピリッとした香りをつけます。思ってる 1.5 倍ぐらい。お醤油、これ重要、お酢です。お酢をもうね最後ですよ、これ最後、最後にお酢をさらっとさっぱりいただきます。炒めもすごく短時間です。はい、それでは、入れていきたいと思います。この炒め具合ですよ、しなっとしすぎてないじゃないですか、角が立ってる。これホクホクじゃなくてシャキシャキに食べる方法っていうのが無限じゃがいもなんですね。びっくりします、うますぎるんで、これこれね、すっごい僕おすすめなレシピです。はい、見てね、パラッと、これがねハイボールと合うんだよね、これが無限じゃがいも完成です。それではいただきたいと思います。いただきます。皮ごとですよ、これ皮ごとじゃがいも。おうまっ、味の素の旨味ですよね。旨味が加わることによって奥深さが感じられますね。味の素の旨味がつくからこそ、このじゃがいもの香りですとか食感とかっていうのがすごく際立つんですよね。めちゃくちゃ美味しいです。唐辛子の辛みもすごく効いてます。あえて今回はニンニクは入れております。うん、正しい表現か分かんないけど、ほぼポテチです。新じゃがの一番美味しい食べ方、これだと思います。この料理の一番いいところは、じゃがいもにあるまじきこのシャキシャキ感なんですね。さっと火を入れてるから、シャキッというね食感が生まれる。調理と味付けでこんなに変わるのかっていうぐらい、じゃがいもが別の料理に進化するんです。じゃあ酒飲み、乾杯乾杯。だって好きだと思う。シンプルなの好きじゃん。好きです、うん、いただきます。よし、うん、無限にいけるね。そう、だから無限じゃがいもなんてなんじゃない。じゃがいもを無限にするやり方はこれしかない。めっちゃうまい、無限にいける、これ。味付け的には割とシンプルで、うんうん、唐辛子の辛みは加わってるけど基本調味料なんだね、うんうん、でそこに味の素のうまみですよ。うまい、本当に美味しい。これうまいでしょ、晩酌の時にいてほしくない。そうだね、中華感もあるし、うん、味の素は辛こそのほど旨味ですか。じゃがいもだけでももちろん美味しいんだけど、そこに味の素旨味が加わって、調味料の旨味が加わることによって非常にですね酒に合うんですね。俺が味の素マスターって名乗っていいよね、もうね。最強の相性じゃないですか。味の素マスターリュウジでいい。もういいんじゃないですか。わかりました、味の素マスターリュウジになります。じゃあ飲んでもらおう。食べます。今回はものすごくですね、おすすめのレシピでございます。新じゃがでぜひやってもらいたいんですけども、普通のじゃがいもでもめちゃくちゃ美味しいです。小鉢にもなりますし、もうメインにしたっていう、それぐらい美味しいレシピですので、ぜひ皆さんこの味の素を使ってですね、旨味を深めてぜひ召し上がって